演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの創業450年、上林春春松本店監修うまみ抹茶の白玉ぜんざいを食べたいと思います。おー、見た目は特にそんな特筆すべき点はないように思いますが、失礼ですけど、味はどんなんだろうなっていただきたいと思ったのですが、今回外で食べてるに変わらずスプーンをもらい忘れるという失態を流しましたので、やむを得ずお箸でいただきます。では、いただきます。やっぱりスプーンモルが監修しただけで抹茶は濃厚でした。そこに小豆や白玉の程よい食感も入って、生クリームがちょっとまろやかにしてくれて、苦味がここまで強烈ではなくてとっても美味しかったです。やっぱり和といえば抹茶にあんこ、本当に鉄板ですね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブ、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。